ライスペーパーでクロワッサン作ってみました。うわすごい、これライスペーパーですよ。裏もしっかりパンみたいになってますね。いただきます。程よい甘さで美味しいです。弾力、硬そうに見えるんですけど、めっちゃもちもちですよ。これ中にチョコレート入れても美味しそうですね。いとこにあげてきます。チーズナン食べてるみたいです。これ美味しいですね。ウインナーチーズ巻きインライスペーパー、ライスペーパー、痩せそう。ホイッピング、あ、ホイップライスペーパークロワッサン。密度がすごい、密度がお腹にずっしりきます。すごい普通のクロワッサンに比べて密度があるので満足度高いです。1個でもう十分ぐらい、2個いったらもう限界ぐらいですね。これも半分いとこにあげてきます。いただきます。お腹いっぱい、これ密度ずっしりよ。これがダイレクトできますからね。作ってみて思ったのは、これ結構いろいろアレンジできそうだなと思いました。中身にチョコレート入れたりとかね。これなんかね、はい、あとはアイスクリーム添えてみたりとかね、シナモンかけてみたりするとより美味しくなりそうだなと。ココアの生地混ぜてもチョコレート味のクロワッサン作れそうですね。もう1個まるまるチョコレート味みたいなね。生地にココア混ぜるだけなんで、またやってみようかな。それまたやってみます。